ネットでのね、魔術学院っていうのが、そのリスク高いっていうのは、もちろんその、体に悪いいうことやね。体を動かしてへんから。ね、聞いてる皆さんはとか、ほう、なるほどね。わかるわかるとか。やってたらまだマシやけどな。やってへんやろ。で、その、まあ、うちもね、お弟子さんいたことあるけど、風間時代ね。で、やっぱりその、体術重視やって。あるいは料理とか。な?で、それついてこられんの、お弟子さんが。体を動かす言うともエッチちゃうで言っとくけどな。ひたすら歩く人もアホみたいに意味なく歩くんちゃうで。で、なんか探してても、その、突き止めたらあかんねんで。いや、依頼ならともかくね。な。クライアントならともかくね。で、あとは、その武道、武道させんな。お弟子さんには、魔術はね。なんでって、じゃあ魔術師杖どう、なん、ゲームで、じゃ魔術師の杖、っていうか、杖って結構その、剣、まあ、剣、じゃあ間違えた。刀、防げますよ。そんな簡単に刀で杖切られへんから。な黒田鉄山先生の、知らんけど。そんな簡単に切れません、杖は刀では。な杖武道はいるでしょうね。魔術師でも。な接近戦防げんねんから。杖は。な?その練習もしないんですか?魔術習いたいと。ネットで使うからとか言って。肉体あんのかよ。AI ロボットですかって聞かなきゃあれんか。で、ここに天皇の横断歩道は何本ありますかって聞かなきゃあれん。で、その、島猫とか黒猫とか横断歩道混ぜて。横断歩道何個ありますかって。AI ロボットかどうか見抜くためにな。だから体術無理やなって分かったからやめて、体術ダメだから魔術やりたいんだなって分かって、なんでそれ自分のため、じゃあ教えへんそんな人にはな。え、体術武術自分のためでしょうって、うん、じゃあ体術武術を自分のために、剣道でもね、柔道でも習いに行ってください。バイバーイ。バランス取らなあかん言ってるよ。自分のバランスだけじゃないね。バランス崩れてる人のバランスもこっちで取らなあかんねん、魔術って。そのために武術もいりますやん。向こうが武術ならこっちは魔術でいいでしょうけど、向こうが魔術ならこっちは魔術なんですか?滅ぼしたいんかよ、肉体を。な?向こうが魔術できたらこっちは武術やんか。そうやとバランス取れへんでしょ?ね。だからネットで教えられへんねん。うん、ここまでしか教えられへんねん。じゃあ、まあ、もうそういった話しようと思ってて、まあ、いわば。それと、星占いに関する重要な改正事項。まあ、星占いだけじゃないけど。ね。そんなも伝えていかなあかんから。ね。これでその改正されるわけやから、何があって。席替えがあんねん、席替えが。例えば、十二支なら十二支の席替えがあんねん。久しぶりの席替え。動物ちゃんたちが席替えしようね。方角の。それできんのうちだけやん。その権限があんのうちには。みんなにはない。しても向こうやん。誰も言うこと聞かへんどころかむちゃくちゃになる。ね。で、まあ大体言ったでしょ。うん。だからいろんなタイプの席替えがあって、今考えてるけど、いくつものタイプの席替え法を提起した方がいいかなって、提示した方がいいかなと思う。ゲームブック式やけど。どの席順がいいですかみたいな新しい席替えな。それが一番いいかなっていう気がするけど、それは説得力がそこからは生じませんって。つまり、その改正なさっても、その改正後の、その占い方の権威や権力がなくなりますって言われても、ふーん、ふーんやろ。でも、正しければいいってもんじゃない。動物が納得するかですから。ああ、なるほど。で、動物は権威、権力を求めますと。だから、一個に絞ってください。って言われるわな。で、それ決めれんのうちだけやねん。そんなすごい権限があるんですけど、能力は大したことないよ。うちは主やから、うちしか決められへんや、そんなこと。それ決めるためには、魔術かじらなできへんやろ、ってことで。ね?わかりた。というわけで、魔術教えられません。これ以上は。それよりも武術をやってきてください。
人生で。魔術忘れるぐらいに没頭して、まずやること、武術を。でしょ？なんでもそうや。な？若い頃、小さい頃、ちょっと前まで、振られる前まで、興味あったすべてを捨てないと。でも、新しい技術習得に夢中にならないと。残念ながら魔術だけは、それには向かへんねん。すべてを忘れて、没頭して、習得するっていうの魔術だけはやめとき。な。魔術を防ぐためにいろんなことを学ばないといけないのに。いろんなことを学んだ結果、魔術を防げるようになってくる。私たち人類は魔術に抵抗しているのに、なぜ全てを捨てて魔術を学ぼうとするんですか？魔物になりますよ。その魔物から身を守るためにいろんな技術、いろんな道具、そしてこの文明を作ってきた。その中で対抗魔術っていうのが人間の方にも生まれてきた。これが真相なのに、なぜ全てを捨てて魔術を得ようとするのか。それは魔物になりたいですって立候補してるようなもんでしょ。ね？魔術をかじったらこういったことを書いてるはず、どっかに。それはつまんないから、ローカルルールとかやってたやろ？で、今、あなた方は山の中でテンパって、もう大麻もな、切れた頃だ。な？うちの話聞けば聞くほど大麻吸いたくなるだろうし。もう切れたわな。で、葉っぱの形わかるけど、やっと見つけたと思ったら、蜜葉やったり単なる。カエデの葉ばっかり落ちてて紛らしいやとかな。どうすんだよ、どうすんだよって。これじゃ人心を失ってしまうとか言って、後ろでみんなしらーっとしてたり。ローカルルールですか、それ。ローカルルルルルールですか、それと。いろんなルルルルールがあんね、地方差があんね。それは、あれですか、爽やか爽子ですか。それとも、浜やか浜子ですか。浜やかって何？浜なすでですか。竹宮恵子の虫ですか。おええよ、やめとこ。はい、たた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 た